第1試合は第1シードのいわきとノーシードから勝ち上がった勿来工業。試合はいわきが多彩な攻撃で盤石の戦いぶりを見せ、15トライの猛攻で圧勝しました。第2試合は連覇を狙う郡山北工業と重量フォワードを擁する松陰福島。試合は両者譲らずロースコアの展開となりました。後半に入って松陰福島が得意のドライビングモールから連続トライを奪い、相手を突き放します。終了間際に郡山北工業も反撃しますが、松陰福島が逃げ切り、今月31日に行われる決勝に駒を進めました。